最近、イギリスの戦車ばっかり乗ってますねって、変人を見るような目で見つめてくる人がいたからさ、今回は久しぶりに、イギリスじゃない戦車に乗るぞ。ソ連のティア1戦車です。って、あれ？こんな子、ガレージにいたっけなぁ。なになに？敵をゴールにシューと、懲役サイティングなゲームだって？知らないなぁ、そんなルールだったっけ、ボットって。きっと夢を見てるんだなぁ。まさか夢の中でもボットをする夢を見るなんて、スタイルさんも一人前になったもんだよね。えへへ。なるほど、撃たれると吹っ飛ぶのね。それで穴に敵を落とすわけか。面白そうじゃない。お、チャンスボールならぬチャンスタンクだな。注意と。懲役サイティング、なかなか考えたもんだ。チャーフィーに乗って港を走るのも好きだったんだけど、これもしゃれてて面白いね。おっと、さすが球体、面白い鑑定がついたもんだ。え、なに？何のことなの？初めてだから何のこっちゃさっぱりわからん。てかこの戦車、一人乗りなのか、忙しいんだろうな。撃ったり転がったり走らせたりって。ああ、よ、おま。いやこれ実はチャンス。ボールをゴールにシューと。ああ、おま。いいとこ取りかよずりよずり言ってばよ。おいらのエキサイティングを返しやがれってんだいぼっぽこぴー。いいよいいもん、まだまだエキサイティングなシュートを決めてやるんだからね。あ、思うように操作が効かないもんだなぁ。だがしかし、俺は諦めへんかんなぁ。お前をシュートしてやるだっちゃ、くらえ。あ、待ってくれ。おいらはエキサイティングしなくてもいいんだってばよー。ゆで卵の完成。やっぱりイギリスが落ち着くわ。どうもこんにちは、T1 スタイルズです。今回乗っていく戦車も、イギリス。ティア4駆逐戦車、アレクトです。前回のトータス戦の動画。あれが少し長かったこともあり、今回はサクサクっとお送りいたします。このアレクト、あの、トータスの、前身の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 前身なのですが、トータスと全く違う代物でしてね。まず、快速です。そして全戦車でトップクラスの隠蔽を誇り、ペラペラなのです。砲は精度の良い2秒間隔のペシペシ砲か、自走砲並みに弾道の遅い榴弾砲を選べますが、私はペシペシ一択じゃないかなって思って使っております。アレクトは、私が真っ赤っかの下手っぴ時代から乗っている戦車で、私に、駆逐戦車とは何なのかを叩き込んでくれた、師匠とも呼べる戦車なのです。今でこそ視界が悪くなりましたが、昔は400メートルの視界を誇り、この戦車、いや、駆逐戦車の使い方に慣れたスタイルさんは、この戦車、最強じゃね？と思ったほどです。今でもスタイルさんの心のふるさとであり、ひっそりガレージにて、トータスの次に乗るであろう戦車の乗員を、温めてくれています。マップはルインベルクの冬バージョン。今回は山田さんが、中央のメトリに入ってくれたので、ルインベルクの理想的運用、中央のメトリ&狙撃を活かしてうまうましたいなーって思っています。あ、早くも美味しそうだなー。ここ、テイティアだと、ここのラインの重要性を知らない方が多く、一方的にいい思いをできるケースが多い印象ですね。早くも食べきってしまいました、おかわりまだかな？装填はラマー込みで2秒を切っており、精度の良好さも相まって、かなりの連射が効き、隠蔽も高く、車高も低いので、さながら、ドイツのゴキブリのティア4版的運用ができますね。まあ E25 には乗ったことはありませんが。貫通も悪くはなく、近弾の貫通も良好なので、ケチらなければ、本当にいい子ですね。しかしここに敵が来ないなぁ、上のピアじゃありえん話なのですが。さすがはアレクト大先生、ご褒美タイムの優秀さは半端ないっす。
もう一回遊べるドン的なやつじゃのう。おほほほほ。さすがに連携が決まりすぎているし、敵も油断しきっていますね。これは山田さんを釣り餌に巻いた甲斐がありますな。さて、山田さんを守らねば。余計なお世話だったようだ。でもいっか、うまうまには変わりないしね。そろそろこちらの方々も意識しないとな。隠蔽に頼り切って、ほったらかしにしてたしね。お、地層砲さんナイスです。あ、到達試作戦車が来ますね。私も一つギアが上がると、これになってしまうのですが、正直、アレクトで止めて遊び続ける方が楽しいと思います。AD シリーズは、なかなか慣れるのが大変です。でも、トータスを乗る前の、いい練習区間にはなるので、飛ばさずに乗ることをおすすめしますね。さてさて、ここからはガチンコ勝負の時間ですね。む、社会を遮られてるなぁ。まあいい、アレット大先生のペシペシを舐めるなよ。頭のノロノロビームなど、この海の力を借りたボディの先生には不可能だ。足回りがいいので、市街地でも、飛び出し打ちや、裏取りができる戦車なので、使いやすさは安定ですね。最近は U ターンや、J ターンができるようになったのもあり、より扱いやすくなりました。弱点は言わずもがな油断です。特に重油使いの戦車がいた際は、ご遠慮いただきたい。草むらの減った現在のマップでも、アレクト先生が隠れられる茂みがそこそこあるので、私は大好きですね。これでさすがに、私のお役はごめんですかね。やはりアレクトの良さは健在ですね。視界が弱体化された時は、嘘、マジ、ひどい、って思いましたが、視界がなくても、この隠蔽の良好さは凶悪だなぁと。さすがは大先生ですね。戦闘結果です。マスターバッジと、大口径をゲット。まああれだけペシコラ打ちほうけてれば、そうなりますわね。山田さんを釣り餌に敵を斜線に炙り出し、先生の紅茶の講義でさようならというなかなかに美味しい連携が取れました。中央に視界鳥が来たら、一旦逃げて隠れて排除しようと思っていたのに、お邪魔虫がいなかったのは本当美味しかったです。テイティア戦場は、こういった戦術で美味しい思いができるので、ついつい息抜きに遊びに来てしまいますね。初心者狩りじゃないかと言われれば、はいそうです、ときっぱり言いましょう。ただ、こういうことはされないように気をつけてね、と、せめてそういうメッセージが、動画で伝えられればと思いますね、えへへ。ただの綺麗事です。私も以前は、こういうこともできない下手くそだったのでね、ほんと、まだまだ初心者なんだよーって方に、少しだけ助言ができたらなーって思います。すごいわかるんですよね、何を戦場でしたらいいかわからない人の気持ちって。敵の車線を切って、敵に通る車線を探して動いて撃つ。簡単に言えばそうなんですけどね、初めのうちはそうはいかないですよね。アレクトに乗ると、初心者の頃の自分を思い出しちゃうなー。さて、今回はサクサクっとこれにて終了です。コメント、チャンネル登録をお待ちしております。まだまだイギリス戦車の動画ストックが多く残っているのですが、次回は久しぶりに、他国の戦車を乗っていきたいと思います。イギリスばかりじゃさすがにね。テイティアもコーティアも、いい試合も乗り出し初戦も下手こいた試合も、これからたくさん上げていければなぁと思っております。最後までお付き合いいただきありがとうございました。まったねー。